アルバート・ウィリアム・ケイラインは、アメリカ合衆国、メリーランド州ボルチモア出身の元プロ野球選手。右投げ右打ち。現役22年間を、デトロイトタイガース一筋で過ごし、ミスター・タイガーと呼ばれた。ケイラインは1934年12月19日に、メリーランド州ボルチモアで生まれる。家は、非常に、貧しく、身内でもセミプロの野球選手はいたが、 家族は誰も高校まで進学した者はいなかった。幼少時より少年野球をはじめ、主に投手をしていたが、K ラインが8歳の時に、自らの左足に骨髄炎を発症してしまい、その幹部を除去する手術を受けたために、修正左足にハンデを抱くことになってしまうものの、幸い投手であったことから左足に負担がかからずに、少年時代を過ごせたという。 高校は地元ボルチモアのボルチモアサザンハイスクールに進学し、当初はバスケットボールとアメリカンフットボールの選手だったが、怪我をしたことにより野球に転校する。高校の野球チームでは、投手が遅いたため外野手にコンバートされた。後に K ラインは高校時代の自らを劣等生と振り返るが、高校時代の教師と信頼を得たことで無事に、 高校生活を過ごし、そして野球選手になれたと振り返っている。1957年、当時22歳1953年に K ラインは高校を卒業し、デトロイトタイガースと契約。この時の契約金が3万5000ドルだったため、当時メジャーリーグベースボールに適用されていたボーナスルールが適用され、 同年6月25日タイガースに合流してメジャーデビューを果たし、同年は30試合に出場した。また、セバン号も新人時代は25をつけていたが、その翌年より6をつけることになる。1955年、20歳の K ラインは152試合に出場、同年のオールスターゲームにも初出場し、この後1967年まで、 連続出場する。そして、シーズン終了時の K ラインは打率。340.27本塁打、102打点、200安打の成績を上げ、メジャーリーグ史上最年少の首位打者となり、これが、K ライン唯一の打撃タイトルである。メジャー史上最年少首位打者は、チームの大先輩大ブと、わずか追達差であった。また、 MVP 投票でも同年受賞したヨギベラに次ぐに投票数を獲得した。翌1956年も前年の勢いで打率。314.27本塁打、128打点をマークするほか、守備でも18補殺を記録した。1957年、新たに創設された。 ゴールドグラブ賞を初受賞し、さらに1958年にも23捕撮をマークする。1961年、打率。324をマークし、同年主位打者になったチームメイトのノームキャッシュに次ぐ、打率だった。1962年は、開幕から35試合までに打率。345.13本塁打、38。 打点を挙げたところの同年5月26日、ニューヨークヤンキース戦の試合中に鎖骨を骨折して、この後57試合欠場という長期離脱を余儀なくされた。それでも、復帰後は、シーズン終了までに100試合出場して29、本類打、94打点を挙げており、同年のシーズンオフは、日米野球に参加して来日している。 1963年は打率、312.27本塁打、101打点を挙げ、MVP 投票でも受賞したエルストン・ハワードに次ぐ、得票数を挙げた。1964年、幼少期より患ずった左足の骨髄炎から来る、痛みに、このシーズンは、終始悩まされる。そのため、シーズン終了後に、左足の整形手術を受けることになる。 この年以降は怪我との戦いが多く、1967年夏に、バットのラックに手をぶつけて、骨折。翌1968年は腕を骨折して2か月も、戦線離脱を余儀なくされた。しかし、残されたチームメートらの奮起や、名誉スミス監督の適切な起用もあり、チームは、アメリカンリーグ優勝を果たし、ワールドシリーズに出場することになる。 セントルイスカージナルスを相手に迎えたシリーズでの、K ラインは二十九打数十一安打、打率、三百七十九点に本塁打、八打点を挙げ、チームを九百四十五年以来となる、ワールドシリーズ制覇に貢献した。九百七十一年、年報公開で、K ラインは、タイガースの選手として、初の十万ドルをチームより提示されるが、自身はこれを誇示し、 9万5千ドルから10万ドルの間を希望する。これには、前年の1970年シーズンの打率、278.21本塁打しか挙げていなかったことが一因だったという。1974年は、前年より導入された、指名打者として過ごし、同年9月24日、故郷ボルチモアでのボルチモアオリオールズ戦にて、デーブ・マクナリーから二塁打を放って、 通算3000本アンダを達成。達成後に、今シーズン限りの現役引退を表明する。その後最終戦となる10月2日までに、通算3007アンダをマークして、現役を引退した。K ラインの残した、記録のうち、2834試合出場、1277試級、399本塁打は、タイガースの球団記録で、特に本塁打は、 あと一本で400本塁打となっただけに惜しまれた。また、通算3007アンダも、タイカップの球団記録に次ぐ、第2位と、堂々たる記録である。K ラインの背番号、6。デトロイトタイガースの永久欠番に1980年、指定。引退の、翌1975年から2002年まで、ジョージ・ケルラと共に、タイガース戦の中継放送に関わり、 2002年に退任した後はタイガースの球団特別顧問アドバイザーとして更新の指導を行った。1980年に記者投票にてアメリカ野球殿堂にデューク・スナイダーと共に殿堂入りを果たす。同年殿堂入りを記念してフルスタイガースは K ラインの背番号6をタイガース初の永久欠番に指定した。現本拠地。 コメリカパークにある、K ラインの銅像は、ガイア守備の名手らしく、ガイアフェンスに寄りながら補給する姿となっている。2020年4月6日、家族より死去したことが発表された。85歳没。なお、シーグは明らかにされていない。当時新人選手で4000ドル以上の契約金を結んだ。新人選手は、メジャーリーグのロースターに2年間入れると暮れ。 1965年に、ドラフト導入により廃止。ちなみに、サンディ・コーファックスや、ハーモン・キルブルーもこのケースで、メジャーリーガーとしてスタートした。アルケーライン氏が死去タイガー,ース一筋で、通算3000位7安打、野球伝道入りも、サンスポ、コム、2020年4月7日閲覧。ありがとうございます。